全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。先日ある心療内科のホームページを見ていると、次のようなことが書かれていました。最近一部の社会保険労務士が障害年金で楽に暮らす方法などといった書籍を販売しています。また障害年金申請の相談代行業務として、社労士が1回程度会っただけで着手金や多額の成功報酬を請求してくる場合があります。ご注意ください。また社労士が診察に同伴し、診断書に記載する診断名などを医師に指示してくる逸脱した違反行為が頻発して、当院でも対応に困惑している状況です。社労士が診察に同伴する場合、社労士の発言を録音する許可をいただきます。以上がホームページからの抜粋です。この病院は社会保険労務士に対して良くないイメージを持っているようです。ただこのメッセージには同意できる部分もたくさんあります。まず障害年金の書籍についてですが、良い本も多くあるものの、障害年金の受給マニュアルといったものは私もやや不信感を覚えています。使いようによっては有用なのですが、特にうつ病をはじめとした精神疾患の場合は人によって状況が大きく異なるため、簡単にマニュアルに落とし込めるようなものではないからです。また不正受給の温床になる可能性もあります。障害年金のマニュアル本を悪用して不正受給が増えてくると、年金事務所の審査が厳しくなり、最終的には本当に障害年金を必要としている人が年金を受給できなくなってしまうということも起こり得るからです。他にも診断書に記載する病名を社会保険労務士が指示してきたとありましたが、これも問題です。病名は医師が自身の専門知識や経験から判断すべきものです。医学の専門家ではない社会保険労務士が安易に口出しすることではありません。一方、先ほどの心療内科のホームページで納得いかないこともあります。それは社会保険労務士が障害年金手続きのサポートで多額の報酬を請求してくるので注意してくださいといった文言です。そもそも障害年金をはじめとした年金手続きの代行は社会保険労務士が法律で認められた職務の一つです。それに障害年金はその複雑さや難易度の高さから、専門知識のない人が手続きすると不支給になったり、本来より軽い等級で認定されるといったことが多発しています。また障害年金の理解が不十分な医師が作成した診断書で手続きを行った結果、審査に通らなかったというケースも多々あるのです。そのような状況では、うつ病で苦しんでいる人の経済状況を助けるには障害年金専門の社会保険労務士が必要なのです。手続きの報酬が高いという意見もありますが、そんなことはないというのが私の見解です。障害年金のサポートの報酬は年金の2ヶ月分というのが相場です。金額にすると20万円を超えることも多くありますが、受給者が生涯でもらえる年金額に比べると決して高いとは言えません。最初に紹介した心療内科は社会保険労務士に対して悪い印象を持っているようですが、逆に社会保険労務士を信頼してくれる医師もたくさんいます。結局のところ、医師と社会保険労務士の信じている道が一緒であれば信頼関係を築くことができ、そうでなければ衝突するのだと思います。そう考えると、全ての医師と社会保険労務士が信頼し合うのは現実的に難しいでしょう。できるのはお互いの専門分野を尊重し合うということです。私は主治医が判断した病名や治療方針を否定することはありません。ただ
障害年金の診断書は医学的な要素と社会的な要素を併せ持っており、障害認定基準を熟知していないと適切な診断書を作成するのは難しく、たとえ医師であっても医学的な観点からのみで診断書を作成するのは正しいとは言えないのです。障害年金専門家の立場から、うつ病者の状況を伝えたり、明らかに軽く診断書を書かれていた場合には意見やお願いをすることはあります。そうしないとうつ病者本人に不利益になってしまいますので、医師と社会保険労務士、お互いを尊重しつつも意見を言い合える関係になればと思っています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。